吉崎人志康氏はフリーアナウンサー、テニスキャスター、大阪府藤井寺市出身。身長177センチメートル、体重67キログラム。同志社香里高等学校を経て同志社大学に入学。在学中は体育会テニス部に所属2年生の時に同志社大学が全日本学生テニス選手権大会王座決定試合で3位入賞。 在学中に大阪のアナウンスがこう行くた教室に通いアナウンサーを目指す。同志社大学卒業後2002年に NBS 長野放送にアナウンサーとして入社。土曜だ。ぴょん、わがまま。気まま。旅気分。土曜はこれだね。などの情報番組や春の高校バレー、スキージャンプ全日本選手権、全日本マウンテンサイクリング、アイスホッケー。 長野カップ、高校選抜スキーなどのスポーツ実況、イベント司会、ニュース番組を担当。2004年新潟県中越地震の際には、ヘリコプターで、被災地上空からリポートし、新潟県で3週間にわたって、中継を行った。同年富士テレビアナウンス大賞、A ブロック新人賞を受賞。2006年には、富士テレビアナウンス大賞、A ブロック情報番組賞を受賞。 2006年、退社した、三影道代の公認として、目覚ましテレビの長野中継担当リポーターに就任。2008年1月29日放送の、倉旅ご飯の中継を最後に、同番組を卒業。FNS27 時間テレビの中継リポーターも担当した。2008年2月、NBS を退社し、フリーアナウンサーに。テレビ埼玉のニュース番組。 ニュース930のキャスターを2年間担当、その他にも各種イベントの司会を行う。2010年5月、ワウワウ、全仏オープンテニスの実況を担当。その後、全米オープンテニス、テニス国別対抗戦、デビスカップフェドカップ、楽天ジャパンオープンテニスや、全豪オープンテニスなどの実況を担当。イベントトークショーでの司会、取材活動を行う傍ら、 テレビ東京、東京ホット情報のリポーターやナレーターとしても活動。またスポーツコメンテーターとしても、フジテレビのスポーツバラエティ番組、オタスポにゲスト出演、番組 MVP を獲得。ニコニコ生放送のスポーツでもテニス解説者として出演。日本テニス協会の広報委員も務め、テニスキャスターとして、メディアやイベント活動などで幅広く活動している。その他、 全日本選抜者イステニス選手権や車イステニスジャパンオープンの実況を NECSTSND インターネット中継もバチューで担当。2013全日本スカッシュ選手権大会の実況をニコニコ生放送で務める。2014年2月からスカパー。ソチパラリンピックの MC を担当し、パラリンピック日本選手いざ出陣 SP や3月。 ソチパラリンピック中継のスタジオメインキャスターを担当。女性ウェブ誌、女子 SPA やフラッシュでも注目のスポーツアナウンサーとして取り上げられる。またアニメ、キングダムとスイーツパラダイスのコラボカフェをプロデュース、日光猿軍団とテニスをする猿育成プロジェクトをスタート、2017年4月スタートの火曜9時、フジテレビ系連続ドラマ、 クライシス公安機動捜査隊特捜班では、ニュースキャスター杉山和文役で出演している。ありがとうございます。